はい、あ、じゃあ今回はね、僕の現役時代の得意技アンクルフィックからのちょっとバリエーションをやりたいと思います。まずアンクルフィックね、ここ足首取って、まあ、上を押して倒すんだけども、この時にこう言ってもなかなか手が届かないから、前足を深く曲げながら足首、まあ、アンクルを触りに行くような感じで、それと同時にこの手、これ大事なんです、このつっかえ棒をやりながらこうすると相手が後傾になるから、相手は後傾にさせながら、こっちね、奥の手で相手の足首を取る、取りながら前に押すと、だから簡単に足が前足が浮くで、これで倒すだけだったらバーン、相手が起きてきちゃう、もう一回で倒すだけだと相手がまた立っちゃうんで、倒したら取った足ね、足触れてる足をできるだけちゃんとキープしておく、倒れた、まあ、ちょっとついてる感じで、ついてって、ここから、まあ、通常だとベーシックはレッグドラッグね、横に行ってここで攻撃抑え込んだりとか、でもちょっと僕の得意なオリジナル、これで倒したらそのまま中またいじゃん、倒したら相手の足の中に自分の奥の足スッと入れて、ここに相手の腰骨の横にバンとつく、ついたらそのまま後ろ向く、ももの付け根に座っちゃう、この状況操縦桿ポジションで言ってたけど、この状況を作る、こうするとこれで足を上げとくと、この人すごいプレッシャーかかって割とこれ一つの抑え込みになる、結構苦しいぞ。この状況を一気にすぐ作る、倒れました、こう入れます、でここでゆっくりこういう風に座ろうとすると、反対の足とかでケツ蹴ってこられる、おおお、なんでもうここで倒して後ろ足をここに着いた瞬間に真後ろ向いて、ここに一発で座り込むと同時に、ここね、これもミサだ、こっちの回転ばっかり意識しちゃうと、ここ下がっちゃうから、こっち下げられちゃうと結構前に行っちゃって、また相手が押してきたりとかすると、おお、前に行っちゃう、この腰を落とす作業とこの足上げる作業一緒です、こうするともうかなり苦しいです、で、ここで足開いて、で、なおかつ内股絞って、ちょっと手前にかかとを上げて、で、打ってバランス、これでもう一つのサイド、ここからもう実際は何もできなくなります、ほぼほぼ何もできない、で、これで、まあ、そのまま、割と足が伸びたら、マット側に倒れ込んで、かかとを上に上げながら抱きかかえて、体重で反ると膝重心。これで